アルトゥーラス・リムケビチュスは、リトアニアの元サッカー選手。元リトアニア代表。現役時代のポジションは FW。2001年に FK タウラス・タウラゲで選手となった。その後、FBK カウナス、FK リエパーヤス・メタルルグス、FK シルテ、FK シャウレー、FK ベケンタシュビリニュス、アトランティス FC と在籍していった。2010年には、アステラストリポリス FC に移籍したものの、出場機会は乏しくエスニコスピラエウス FC にレンタル移籍した。2011年に FK、シャウレーに復帰すると2012年に35得点の大活躍をし A リーガ年間得点王に輝いた。この記録は A リーグ1シーズンでの得点としては歴代最多の数値である。2013年1月には、スコットランドのハート・オブ・ミドルシアン FC への完全移籍が囁かれていたものの、これは実現しなかった。同年 FK エクラナス、パネベジースに移籍し、2014年にはブルネイ DPMMFC に移籍した。2014年5月には、出身地のカウナスに戻り FC ストゥンブラスと契約した。同チームでは主将を務め、脇野隼人と、チームメイトになった。2010年6月18日に行われたバルティックカップ2010のラトビア代表戦で代表初出場。その直後のエストニア代表戦で代表初得点を達成した。2019年9月23日、カウナス郡ラムチェイの自宅にて死去していたのが発見された。すぐ側に拳銃があったことから拳銃自殺を遂げたと思われる。36歳没。代表での得点一覧。ありがとうございます。